かってますか？こんばんは。来てくださってありがとうございます。8月4日の、今日は水曜日ですね。8月4日水曜日の、最後の今日最後の枠、23時から24時までの1時間は、愛子事こと小島愛子が担当させてもらいます。今日1日頑張ったみんなの分、みんなの頑張りを無駄にしないようにいい感じの、配信にしていけたらと思ってます。あ、卵かけご飯ありがとうございます。あ、何これ、なんかさなんかさ、卵かけご飯が出たりさ、リムジンが来たりさ、なんかさ、顔の前を通り過ぎていくのじわるんだけど。え、リムジンは何ですか？なんか卵かけご飯は何でしょうか？もうなんか世界観がもうね、あのね、ちょっと未だによく分かってないんですよねイエーイ。まあいいや。え、結構ね、すごい楽しいんですよね。ちょっと緊張はするんですけど、まあまあ、皆さんスタンプとかもありがとうございます。で、卵かけご飯めんどくお腹すくから、お腹すくけど、まあいいか、いいことだと思います。はい、あ、そう、皆さんちょっと見てくださいよ、私のね、頑張りを。私も一応頑張ってることがあるんですよ、このみくちゃのことに関して。そうですね、今ほんと1位って出てるね、1位って出てるから、これを抜かれないように維持 しとかないとね。あー嬉しい、さっきの配信で来てくださった方もたくさんいるし、他のメンバーを推してる方かな、もうたくさん来てくださってますね、ありがとうございます。いや、2期生みんなで頑張るイベントなんで、もうなんかこれはね、推しとか推しじゃないとかも関係なく、来て応援してくださるとめちゃくちゃ嬉しいですね。はい。ちょっと待って、ほんと。だって先に進ま、ほんと笑ってしまう。なんか、あ、服かわいい、ありがとうございます。ちょっとなんか、あれですね、面白い服なんですけど、私が着ると。笑いが止まらん。なんかプレゼントの癖がなんか迫力がすごくて笑っちゃう。あ、嬉しいんだけどね。あ、そう、ちょっと見てくださいよ、この私の頑張りを。皆さん、これちょっと私合ってるかどうかもわかんないけどでも、あ、リムジンありがとうリムジンありがとう。あのね、すごいね、見てこれ、ほら、作ったんですよ、わかる？皆さん、なんかこれね、カクカクする、画面が、見てこれダイソー系確かに、もう今まさにそんな感じ。見る？これミックスチャンネル、ミックスチャンネルのコインの集め方、私もちょっと勉強して調べて、ミックスチャンネルって一体何が大事なんだと思って調べたんですよ。そしたら、なんかね、今もうまさになんかコイン
コインチェッカーみたいなやつが出てるんですけど、何ラッキーボックスか、ラッキーボックスが今まさに出てるんですけど、結構あれなんですよね、そのコインが重要で、はい、らしいですね。もし間違ってたら教えてください。でも私も調べたのできっと合ってると思います。ミックスチャンネルのコインの集め方ってことで、はい、皆さん知ってる方も知らない方も一緒にちょっとお勉強しましょうってことで、こんなね23時過ぎからちょっと頭が痛いかもしれないんですけど、まあ、せっかくなんで一緒に見ましょう、見よう、ほんとせっかくよ、せっかく、はい、さすがアイコね、ありがとう姉さんさすがありがとう。はい、これ手作りなんですよ。あのね、コンビニでプリントアウトしてきた、自転車で、自転車こいでまあそれは置いといて、置いといて、見て、ほら、一つ目、じゃじゃーん。ね、コインの集め方、ログインしたらもらえるらしい、60コインで、スマホで作った、スマホで作ったの。ログイン、そのね、アプリ開いたら、60コインもらえるんだって、もう開くだけで。で、なんか、これはもう毎日同じ感じで、毎日ログインしたら、毎日アプリ開いただけで、60コインもらえるんだよ、みんな。はい。で、で、二つ目が、配信視聴ボーナスって言って、そう、ルームに入って、まあ、某配信アプリと同じですね。同じなんですけど、ルームに入って30秒経ったらもらえるんだって、10コイン。で、これが最大で20人までらしいよ。だから時間があるときに、20人、回って、10コインずつ集めてきてください。ぜひ30秒我慢できなかった30秒我慢できなかった。まあそういう時は、歌を歌いましょう30秒なんかあっという間です。はい。で、その次ですね、そう、だからこれね、あれ、20×10 だから200コインもらえるんだよ。結構重要ですね。で、3番目が、Twitter 共有ボーナスって言って、その配信を、その配信をね、なんか配信してる人の、配信してたら、それを共有したら、1つあたり50コインもらえるらしい。で、最大2人で、50コイン。2人までらしいけど、まあ、1人ずつ50コインで、合わせて100なんで、まあ、ぜひ積極的に、まあ、2人、最大2人だし、そんなに大量じゃないし、ぜひ積極的にシェアしてください。同じカウントだと1回だけだって。で、最後、4番目。が、動画視聴ボーナスが、10コイン。これはね、結構いろんなアプリでもあると思うけど、なんか動画見たら、なんかコインもらえるみたいな。なんかヒントもらえるとかさ、なんかアイテムもらえるとかあるじゃないですか。ゲームのアプリでも。なんかそんなのと同じように、なんか広告動画を見たら、もらえるらしい。で、最大1日4回で、並べとね、一緒ですね、はい、最大4回で10コインだから1日4時間ごともらえるんだそうです。だから例えばお昼の12時に1回10コインもらったら、その後4時間後の16時にもらえて、でその4時間後の20時に
もらえて、でその後の4時間後24時にもらえるみたいな感じで、こんな感じで4時間ごとらしいよ。肉茶ってほんと縦長やけんさ、なんかこういう紙が全部見えてめっちゃありがたい。じゃーん、ビエバドゥガービダダンビエバドゥガー、そう、そのこれを全力でやったら、全力でっていうかもう最大でやりきったら、1から4工程全部やりきったら合計で400コインもらえるらしい。イヤホンマイク使ってないよ。聞こえる？聞こえない？らしいよ。で、なんかそのあれですね、なんかラッキーボックスとか言って、なんかこのここら辺に出てくるエコーかかってるよね。わかるわかる。あの、まあ、お風呂だと思ってお風呂入ってるっていう設定で、まあ、聞いてくださいなんかラッキーボックスがなんかここら辺に出ると思うんですよ。なんかコインがなんかランダムで当たるみたいな感じで、なんかそれもあのコインゲットの、 あの何機会チャンスなので、あ、それもぜひ利用してくださいまあここお風呂じゃないですね。はい、そんな感じです。はい、調べましたまあまあ調べました。うん、そんな感じ。はい、また何かあったら質問してください。なんか説明が長くなっちゃってあれですかね。分かったか。全然そのね、あのやろうと思えば結構隙間時間とかにポチポチっとできるので、ぜひコインを貯めて多分合ってますか。ありがとうございますはいコインを貯めてやってみてください自転車移動お疲れ様でした。まあ、これをねプリントアウトするためだけに自転車の旅をしたわけじゃないんですけど、まあ、今日はあのいるものとかいろいろ買いました。皆さんは何してましたか。ミクチャ、うんうん、やったことないです。ミクチャはね、私が高校生の時にまだこういうなんかライブ配信ができる、あの進化前の進化アップデート前、なんかバージョンアップする前になんかこう画像作成アプリみたいな感じであの流行ってたんで、その時に使ってただけで、なんか配信はしたことないですね。うん、結構昔からあるのは知ってて、高1の時に肉茶が結構流行りましたね。そう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 、バインと一緒に流行ってました。そう、なんか短い動画作るアプリだったんですよ、もともと。なんかバインっていう6秒動画のアプリが流行った時に同じ感じでなんか短い動画をアップするみたいなアプリだったんですよ、私がなんか知ってる時の、私の知るミックスチャンネルはそんな感じで、なんかこう友達同士で動画を作ったり、なんかこう可愛い子が出てるのを見たりっていうのを知っただけで、あのね、ライブ配信とかはしたことはないですね。うん、
全然知らない。そう、意外とね、結構全盛期でした。ミクチャ全盛期を通過してました。なんかね、全盛期っていうか、なんだろう。でもさ、あれですよね、すごいですよね。オールナイトニッポンとかも見れるじゃないですか、ミクチャは。なんで、私が高校生だった時も全盛期だったけど、もう今も、ね、すごい、なんか栄えてるって言い方なんかわかんないけど。なんかね、すごいですよね、なんか。めっちゃ進化してる。今も全盛期って言っときましょう、ここは。ダメ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 。ちょっともう、ちょっとなんか口を開いたらなんかいけない、なんか、ことを言ってしまいそう。はい。はい、大人の配慮ですね。ああ、すごい、なんか、いっぱい、なんか、アイテムが届く。なんか、どこまでお礼を言ったらいいか、ちょっとよくわかんないんですけど、でも皆さん、本当にありがとうございます。たくさん、なんか、画面上にいっぱい出てるのは、わかります。こんな夜、遅い、なんか、見てくださって、本当にありがとうございます。縦画面いいですね。なんかね、新鮮ですよね、ほんと。まあ、そんな感じで。卵かけご飯。ありがとうございます。TKG が来たね、TKG が。お洋服ですか。さっき某配信アプリで着てたのが白い T シャツだったんですけど、ちょっとミクチャ仕様ということで、なんかちょっとだけ可愛く着飾ろうと思って、着て、違うものを着てみました。これ一回お話し会で着たことがあるものなんですけどね。暑いですね。似合ってますか。ありがとうございます。まあでも、私一番最初にミクチャ配信したのは一昨日ですね。8月今日4日だから、 3日じゃない、2日ですね。2日の夕方に配信したきりだったんで、またこの4日に2回目やるってなって、ちょっと1日空いて少しなんか緊張してました。だから可愛くしとかないとなみたいな感じで。そう、まだまだ慣れてないので、前は見に来れなかった。ああ、じゃあ今日は来てくださってありがとうございます。夕方よりやっぱ夜遅い方が、平日とかだったら仕事終わりとかで来やすいと思うので、ありがとうございます。私は学生メンバーはでも夏休みの期間だから、全然夜も、あ、でも夜はできないのか。まあ学生メンバーとかもまだ10時以降できないメンバーとかも夏休みの期間なんで、結構積極的にやってる感じですね。私は大人メンバーなので、夜遅い時間にやろうかなってちょっと思ってますね。そうですね、サラちゃんとか、あとサコちゃんがすごいやってる印象ですね。清水サラちゃんとか、あとサコヒメカちゃん、
かがやってますね。そんな、そこまで知ってます。いや本当になんかツイッターとかでも他のメンバーが今日のスケジュール予定、今日は誰々がやりますとかっていう写真画像を作ってくれたり、あと、なんかツイート頑張ってますよみたいな感じでツイートしてくれたり、めちゃくちゃありがたいですね。徘徊してたら見つけました。あ、ありがとうございます。 ST48 2期研究生の愛子事こと小島愛子です。ありがとうございます。そうなんですよ、みんなすごい、ね、やってくれてありがとうございますって感じです。ST48 人気研究生の愛子事こと小島愛子です。そうですね、まあなんかずっと喋ってるのもあれですし、歌いましょう。コメントですか？おー、コメントは、なんかね、上にね、羽ばたいてる感じ。上に羽ばたいていってますね。うん、バタバタ。ありがとうございます。じゃあ、どうしますか？どうしましょう。カラオケ何歌おう、ちょっと考えてる間にこれ見せとく。聞こえる？イヤホンプツプツしてますか？聞こえる？あ、聞こえてます。あ、よかった。なんか聞こえにくかったら言ってくださいね。ありがとう。いいですね、これいいですね。今 STU48 の2期研究生みんなで昇格に向けて夏の瀬戸内ツアーをやってて、瀬戸内ツアーってことなので瀬戸内の7県ですね。兵庫、岡山、山口、愛媛、香川、徳島、全部言った？待って、愛媛、徳島、香川、岡山、兵庫、山口、なんか言ってない、なんか言ってない、待って、兵庫。兵庫、岡山、山口、香川、徳島、愛媛、あ、待って、広島は、言わなくてもいいですよ。うん。はい。7件を、やばい、怒られる。ごめんなさい。聞かなかったことにして。まあ、その瀬戸内ツアーをやってるので、そのツアーでやってるユニットの曲を歌いたいと思います。ちょっとフルで歌うの初めてなんで、なんか、ちょっと止まってしまったらごめんなさい。
広島、広島忘れてないですよ。広島、広島、広島。よし。これね、すぐ始まるからね、ちょっと怖いんですよね。あ、始まった。見える真っ青な空か雲か地平の彼方、春の風は吹いてるか、彼女はそこにいるのか、片思いの入り口。クラス替えして C 組の僕は彼女の様子がわからない。会えなくなってやっと気づいた、その興味とは好きだってことだ。気のせいか声が聞こえたような、いつだって彼女探そうとして、そばにいるその友達でも離れた分過敏になってる。恋の風に感じているよ、校庭には何が見える、新しい風に揺れる枝のつぼみよ。あの日のときめくが不思議、デジャビューみたいな桜の日。切な悲しく遠く、何をしていても気になってしまうんだ。こんなはずじゃなかったのに、彼女はどこにいるのか、片思いの入り口。ああ、同じ校舎で学んでるのに、僕らははぐれてしまったよ。会えないことがこんなに辛いって、今まで ペンライトの海みたいなの、ありがとうございます。ペンライトの海、海原が広がっていた。あれはなんだ。ありがとうございます。すごい。パチ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 。あ、リムジンもありがとうございます。リムジン乗ったことない。よし、次
次を歌うぜ。それを歌うよ。何歌うね。あ、誰かがいつか好きだと言ってくれる日まで。順番に歌おうかな。うるさい？なんかこうやって歌ったら結構うるさいの。これぐらいがちょうどいいのかな。ちょっと、ちゃんと、まあ、歌えることは保証できないんですけど、誰かがいつか歌ってみたいので、歌います。心の風船が割れて鏡込んじゃって立ち直れない。好きになるのはとても簡単。
なくても恋してたい。え、きつこれみんな歌ってるの？やばいね。ありがとうございます。あ、でも楽しい曲でした。ありがとう。なんかゆきりかが今見てくれてるみたいで嬉しい。ありがとう。でもめっちゃ好きですこの曲。なんか元気が出ますね。はい、ということで、待って、誰かがいつか好きだと言ってくれる日までを聞いてもらいました。この流れで言うと、誰かといたいですよね。でもね、なんかね、全部ね、2番目がね、微妙なんですよ。お許しください。じゃあ、歌います。
終わりですよね。あ、ありがとうございます。ST48 2期研究生の愛子事こと小島愛子です。ST48 の2期研究生みんなで昇格を目指しています。で、このイベントはみんなで東京ガールズコレクションに出ることを目標にリレー方式で配信して頑張ってます。そんな感じです。そう、最後ね、あの余韻がないかな、の余韻がないからね、結構すぐ終わるから笑ってしまうはい、まあ、確かに次に行きやすい。よし、最後さ、あれまひれたいまひれたいをさ歌おうかなって思ったけど、絶対に分かんない。でもね、なんかね、フルでわかる曲ってね、あ、卵かけご飯ありがとうございます。フルでわかる曲かね、あれなんだよね。僕の存在なんか、あ、そうそう、あの日から僕は変わった、あの日から僕は変わった歌おうかな、最後。あ、リムジンありがとうございます。ありがとう、迎えに来てくれた、ありがとう、ありがとう。夢は逃げないもいいけどね、多分一番ぐらいで分かんないんだよね。夢は絶対逃げていかない。あ、今日は ユニット 曲を歌うっていうことで、あの日から誰とも話さなくなったを分かるところだけ歌いたいと思います。誰とも話さなくなった、なぜだろうそんな気分になれない。あの日から目と目を合わさなくなった、いつだってなぜか紡いでいるんだ。みんなに嫌われたって構わない、その方が楽だって思ったよ。紛れたい紛れたい、僕
僕の存在なんか跡形なく消してしまいたいんだ。日陰に逃げ込んだらほら自分の影見えないだろう。僕はいないいないいない。真っ黒に塗りつぶしてほしい。僕は誰だ、誰でもない。誰かがやってこないように、向こうは向こうから訪れるんだ。自分から外に出なければいい。でも捨ててしまえば楽なのに。あ、ここわかる。安っぽい同情されたくない。知識は1ミリも残さないよ。過去のこと満たしてるだけなんだ。ありがとうございました。お、いい感じに1時間経った。イエーイ。え、待って、なんか何すごい誕生日ケーキが、何、なんかこの配信本当になんか常にサプライズみたいな感じですね。なんか感情が忙しい。すごい、ありがとうございます。え、待って、待って、あ、次はなんだ、お城が出てきた。ああ、わからんけどありがとう。おお、なんだなんだ。すごい、ありがとう、綺麗、すごい嬉しい、ありがとう。嬉しいです、ありがとうございます。なんかずっとびっくりしてるんだけど、今日の配信、なんか緊張した。1時間できてよかった。でこう見えてすごい緊張してたんですよ、2回目だったけど。あ、ドリームランド、すごい、なんかウェディングケーキとウェディングケーキなんですかね、ケーキと、あと、あのディズニーランド、違う、ディズニーランドじゃなくてドリームランド、ありがとうございます。え、こう見えて結構1時間なんか持つかなと思って、結構今やっとホッとできた感じなんですけど、なんかもうカラオケでどうにかなるかなって思ったんですよ。いや、もうあれでした、ほんとちゃんと配信できてよかった。汗汗。
汗。ってことで、アンコール最後、あ、じゃあ最後思い出せる声をしよう、歌を。これだったら歌える。どんなに時が過ぎ去っても君の顔が浮かぶだろう。違う空を見上げていたって忘れないよ。遠くから眺めてるだけなら失っても傷つかないけど、手に入れたらきっと怖くなるように、臆病な自分の性格、君は泣きそうな顔しながら前髪を下ろして、何をためらうの。僕は君が好きで、君は僕が好きだらけだ。その先のことなんか誰もわからない。いつの日か思い出せる、とっておきの恋をしよう。もし世界が終わったとしても、悔いのないように、いつの日かまた出会って、昔話できたらいい。そう、涙以上に微笑んでいたい。ずっと指先を遠慮がちにつなぎ歩いたあの日を覚えてる。咲き始めたばかりのひまわりのように、幸せすぎちゃう時間はあっという間に消えてしまうから、できるだけゆっくり歩こうとしたって、うまくいってるのになぜか不安
ありがとうございました。スタート会場になった。ありがとうございます。よし、ってことで卵かけご飯もありがとう。なんとかやれました。なんとか配信し終えました。慣れないところだ、慣れない配信だと本当にね、汗汗しちゃいますね。じゃあこれはあれですか、壇上みたいなあったっけ今回。あ、読める読める。あ、そうだ、読んだんだこの間も。じゃあ読みますね。30位、たかひろマックさん、ありがとう。29位、ゆうちゃん、ありがとう。28位、バラちゃん、ありがとう。27位、ヤッシー、ありがとう。さん、ありがとう。26位、なべなべさん、ありがとう。25位、ちばったさん、ありがとう。24位、いきさん、ありがとう。23位、しのちさん、ありがとう。22位、かじさん、ありがとう。21位は、はしもさん、ありがとう。20位は、かどさん、ありがとうございます。19位はエビちゃん、ありがとうございます。18位はあっちさん、ありがとうございます。17位はたっきゅんさん、ありがとうございます。16位はねったよりんさん、ありがとうございます。15位はソリオさん、ありがとうございます。14位はレンレンちゃん、ありがとうございます。ありがとうレンちゃん。13位はヨッシーさん、ヨッシーさんもありがとうございます。イエーイ。12位はボニさん、ありがとうございます。こんばんは。11位は豆知識さん、ありがとうございました。10位は癖が強いのぶせんにさん、ありがとうございました。9位はけんけんさん、ありがとうございました。8位はみーさん、ありがとうございました。7位はおみかんさん、ありがとうございました。6位はまいせいさん、ありがとうございました。5位はかたげんさん、ありがとうございました。4位はしゃんくん、ありがとうございました。3位もしゃんくん、ありがとうございました。すごい、ありがとう。2位はかたかんたかさん、ありがとうございました。某配信サイトからの引き続きありがとうございました。タカさん、すごいびっくりしました。ギフトたくさんありがとう。はい、そして、1位はベルビアンカさん。はい、ちょっとなんかさらっと言っちゃったかな。はい、ベルビアンカさん、ありがとうございました。ベルビアンカさんもたくさんありがとうございます。なんかもうずっとびっくりさせられっぱなしでした。なんか少しでもなんかいい夜になったらいいなと思って、ちょっとだけ頑張って歌ってみました。ありがとう。はい、じゃあ皆さん、また明日も、明日はないか、まあ会いましょう。またまたね、バイバイ、おやすみー。